ランケーブルだね。ランケーブル。もしもし。もしもし。こんにちは。はい。いえいえ、今日、そう、アイヌの方とお話をするんですよ。この間、衣装を貸してくださった方なんですけど、で、かなえさんもよかったらぜひと思って、連絡をしました。はい。ああ、そうか、今動画作ってるんだ。そっか、じゃあそちらに集中した方がいいですね。作業中は。はい、わかりました。はい、どうも。失礼いたします。どれか。あ、今もうやってるんだったっけ？まだかな？すごい、愛車に出る。もすぐ出なくない？ある？こっちは、あ、そういうことか。あ、ありがとう。ライトがあるの？あ、そっか、こっちじゃないわ。じゃあ、それお借りしてもいいかしら。よいしょ。で、ねえ、ちょっとこのお皿持ってけ、こんちきまで。そして、3個目。アイヌの、マスクじゃねえ。おい、バカか。自転車行くの？よいしょ。じゃあ、こんにちは。これで
違うかな。はい。マイクにある。あ。これだと大丈夫だけど。本日。あ。一回セットしたあとは変えられないのかもしれない。でどうでしょうか。これこれでどうでしょうね。これでちょっと聞こえますか。聞こえますでしょうか。なんか大丈夫そうな感じですね。なんか大丈夫そうでしょうか。で、スピーカーをチェックしてます。あれ、あと5分だけど来られないような気がするんですが、どうでしょうか。今ですね、ちょっと配信もスタートしてるんですよね。で、本日、このお衣装を貸してくださいましたアイヌの、文うまくつながりません。あ、つながらなかったんですね。じゃあもう一度これでどうでしょう。今もう一度こちらでどうでしょう。今iPhone からですか。こちらでどうでしょうか。今、あ、どなたかお一人、あ、田村さん来てくださいました。こんにちは。聞こえるかな。聞こえてますか。はい、もしもし。あ、もしもし。あ、これかな。あ、どうか。行きました、田村です。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。あれ、音聞こえるかな。どうでしょう。音聞こえてます。大丈夫です。音聞こえてますか。はい、聞こえてます。で、私がこれをですね、こっちにすれば、
私の声も聞こえてますよね。はい、聞こえてます。はい、ではもう何人か来るかもしれないと言ってたんですが、今まだ来てないので、はい、あ、よく聞こえました。で、今日この様子をラジオで流していきたいんですけれども、はい、もしできましたら今、うん、Facebook で、今流し始めたんですけれども、この様子を生配信をしながら収録もしようかなと思ったんですが、はい、大丈夫でしょうか。はい、はい、大丈夫です。はい、ではそうさせていただきます。で、今見えてます。あれ？生配信できてるのかな？どうでしょう。ちょっと私のタイムライン、あ、出てきますね。で、実は、あ、聞こえております。聞こえておりますよって、あ、今津さん、ありがとうございます。モーツさん、ありがとうございます。皆様、コメントもいただいております。で、もう一人、おそらくですね、今日、ズームには入れないんですけど、うん、アイヌの、剣士役を演じる金田玲奈さんも、聞いてくれてるみたいなので、はい、この、Facebook でライブ配信をしながら進めたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい。あと、原さんがですね、原さんと今瀬さんが、入ってくるはずなのですが、6時になってもまだ来てないような、ちょっともう一度案内を送ってみますね。はい。で、今日の進行なんですけれども、基本的にはアイヌの文化について、継承の活動をされている田村さんにどんな活動をされているのかということをお聞きしたいと思っております。で、今日配信もしておりますので、何か質問がある方などもコメントをいただけたら、そのままそのコメントを読ませていただくこともあるかなと思いますので、もし何かあったら皆さん書いていただけたらと思います。で、今瀬さんが来るかな。で、あとは原さんに送って、もし来なかったらもうやってしまいましょう。はい。で、あと私実はですね、原さんではなく原さんと3人のチャットでしたか、その子守歌の YouTube を以前お送りしてくださってたと思うんですが、はい、1対1のところだったか2人のところだったか分からなくなってしまって、その YouTube アドレスが探せなかったんですが、はい、2人のところですね、2人とグループの方に送ってくださったんですね。うん、はい、ちょっともう一度見てみますね。あ、ここですね。じゃあそのピリピリカではなくて、そのお母様から胎児に引き継いでこられた、これは恥ずかしながら、はい、これなんて読めばいいんですか。白いにオイルと書いて、ああ、白老いです。白老いなんですね、はいはい、すいません、読み方をちゃんとああ、なるほどね、そうですね白老いですね、はい、白老いという町の名前です。はい、わかりました、はい、では今、YouTube アドレスも分かったのでこちらでお願いをしたいと思います。では、これ動画も公開させていただいて大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい。はい、分かりました。では、こちらに戻りまして、では、もうこの2人でお届けさせていただけたらと思います。はい、で、このままノー編集でラジオをというふうにしたいということがありまして、結構厳格に29分57秒でぴったり終わらないといけないんですけれども、はい、まずそういった形でタイムウォッチをつけながら始めさせていただいてもいいでしょうか。はい。はい、では、スタートしていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よーい。はい。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増谷まれなです、毎週多摩レイクサイド FM にて、こちらのドラゴンジャーナル番組をお届けさせていただいてます。いや今日は素晴らしいゲスト の方にお越しいただきまして、皆様にご紹介したいと思います。ラジオでお伝えできないのが難点なんですけれども、コスチュームも着てくださっておりまして、アイヌ文化検証 の活動をされておられます、田村直美さんです。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、実はこちらの衣装を、私も初めてはい、アイヌの衣装を着させていただいているんですけれども、先日ロシアの映画祭に向けて都市造の刀のチームで予告編の映像を撮った時に、この都市造の刀という日露合同映画にアイヌのシーンが出てくるということで、急遽私思いついてしまって Facebook でアイヌの衣装を役者さんに着て撮影ができたらなぁなんていうことをつぶやいてましたら、はい、スミさんとおっしゃる方が、はい、田村さんのことを教えてくださいまして、ずうずうしいメッセージを送らせていただきましてまだお会いしてないのにこういった衣装も貸していただけないかという無理なお願いを聞いていただきました。本当にありがとうございます。はい、この田村さんにまず自己紹介の方をお願いしたいんですけれども、どういった活動をされてらっしゃるかということで教えていただけませんでしょうか。私は、アイヌのルーツを持っていまして、北海道の白老町というところで、コミュニティカフェをやりながら、そこでアイヌ文化の伝承というところを活動しています。で今白老町にはアイヌの国立博物館ウポポイも7月から始まりまして、はい、関心がすごく高くなってるなっていうのはちょっと感じているところなので、やっぱりそこをきっかけにアイヌ文化の方をより知っていただきたいなという思いで、今も今日みたいなご縁をいただいてすごく喜んでおります。ありがとうございます。今白老に国立博物館があるというふうにお伺いしたんですけれども、この白老という場所は実際にアイヌの方のが暮らしておられて、そういった文化がたくさん残っているんでしょうか。そうですね、深く話すと、縄文時代から縄文からそのアイヌの文化というふうに間まだあるんですけど、はい、あるんですけど、白老町ではその縄文土器とかいろんなものも発見され発掘されているので、はい、そこからは多分あったとは思うんですけど、実際のこう記録に残っている形としては江戸時代からもうどんどんアイヌの人たちが移住をしてきてっていうのは残っているのは江戸時代からですね。そうなんですね、はい、縄文時代から人々が暮らしておられて、また江戸時代からは実際に、はい、このアイヌの、お衣装ですとか、その生活されてたその家だとか、そういったものが残ってるということなんでしょうか。そうですね、実際今そういう家とかは残ってないですね。もう明治の時代に、はい、和人同化法というものがありまして、はい、そこでアイヌの文化はすべて絶たれた状態になっていましたので、その時点で建ってたお家はチセといってアイヌのお家だったんですけど、その後建てたものはすべてもう和人と同じお家っていうふうになりましたので、はい、現存しているチセはね白老にはありません。はい、一件も残ってないんですか。残ってないですね。博物館の中に復元されたのがありますけど、はい、今は本当に私もそうですけど、私のおばあちゃんの代まではもう本当にもう和人としての生活になっているので、はい、本当にアイヌの形の生活様式ではなくなっているので家もないんですよ。そうなんですか。例えばこの言語というのはどうなんでしょうか。
当時のアイヌ語が今もこう継承されて、こうアイヌ語を喋られる方が生きておられるんでしょうか。そうですね、それもですね、本当にその明治政府がその和人同化法というのを始めて、あの日本語を話しなさいっていう風になってしまったんですね。で、はい、アイヌ語を使っちゃいけませんよっていうなった時点で、そこからあのみんな日本語を覚えたわけですよ。で、その当時生きてた方たちも今はもう明治の時代だったので、はい、あのいらっしゃる方いないので、はい、実際アイヌ語でペラペラっていう方は本当もういないと思います。あとは勉強して、そうなんですか、お勉強して喋れるとか、はい、あのこういう言葉を聞いたことがあるとか、はい、っていうことなので、あのだから私も日本語だし、私の父のおばあちゃんとか80代になる私の父も日本語しかわからないです。そうなんですか。だからその他の世界の先住民の人と同じように、その、ね、アイヌ文化というもの、言語がなくなってしまうんじゃないかっていう、その一つにされてるぐらい今日常生活では本当にないですね。使うことはないです。その文法だとか単語っていうのもあまり残っていないものなんですか。それはですね、あのちょっとあのギリギリ残られされてるんですよね。あの伝承で受けた聞き取りで残してもらってたりとか、はい、あのチリユキエさんっていうアイヌの詩人の方がいるんですけど、はい、あのとてもあの頭のいい方で、日本語とアイヌ語がまだその方はどっちも使えたんですね。で、あの有名な金田一京介さんという方はすごくアイヌの方に関心を持っていて、でその方がそのチリユキエさんをすごく支援をしていたんですよ。はい、チリユキエさんがアイヌ語がなくなってしまうっていう恐れから、あの自ら活動してそのアイヌ語を残さなきゃっていうので、結構そういう資料とかがその頃は日本語としてでもアイヌ語を残して、カタカナ書きで残してくれたりとかしてるので、残ってる部分はあるんですね。なるほど。ただそのアイヌは文字を持たない民族だったので、はい、それをあのチリユキエさんが日本語もアイヌ語もできるから、その日本語表記で残しておいてくれたのが私は大きいのかなっていうふうには感じてます。日本語表記ということはカタカナで振って、うん、はい、あのその音を保存したというか、うん、記録しておられたということなんですが、この、あ、今、ラジオ今収録をしてるんですけれども、実際に歳三の刀で、あの映画に出演してくださる女優の原めぐみさんもあの参加してくださっております。どうもこんばんは。すいません、遅くなりましたけれども、はい、どうしたんですか、2人とも愛の民族衣装素敵ですね。はい、私は T シャツですよ、ほらこんな骸骨の柄がついた。今時ですね。すいません、なんかラフで、はい、はい、あの原さんは先週ですか、そのラジオにご出演していただいた時にもこの、 あの田村さんの衣装を着ていただいて、アイヌ衣装を着てラジオ収録をさせていただいたんですが、はい、今後あの歳三の刀の映画の中で、辰巳拓郎様演じていただく佐野千左衛門という蝦夷共和国をあの創設した時 の、 あの資本家の一人であった近江商人の佐野家で、とご縁のあるアイヌ人役という女性役ということで、はい、今考えておりまして、はい、あの脚本は書いたんですけれども、ただ私自身がこのアイヌ文化についてあの本を何冊か読んだぐらいで、実はあまりあの不勉強な状態なので、あのいろいろわからないことが多く、ぜひあの田村さんにあのいろいろ教えていただけないんでしょうか、ということ。ありがたいですね、田村さんに参加していただき、はい、本当にありがとうございます。いろんな知識を教えていただけるとね、助かりますね。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今あの本日の放送の中で、田村さんにお預かりしているお写真がございまして、こちらを、ラジオではちょっと拝見していただけないんですが、後で YouTube などでも動画を出すと思いますので、この写真を見ながらこの、解説をいただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、ではお写真拝見いたします。
こちらはあの田村さんのご家族のお写真でしょうか。これはですね、前に写ってるおひげの長い方が、はい、ひいおじいちゃんになります。わあ、すごいですね。何年前の写真なんですか。これはあの多分明治です。明治の後半ぐらいにはなっちゃうのかなと思うんですけど、はい、年代はちょっとはっきりわからないんですが、ここにあの私の祖母が写ってるので、その祖母が明治生まれで、もうこのもう娘さんになってるので、明治、うん、後期ぐらいにはなってるのかなって。あとこの手前にいる、はい、はい、この 3歳ぐらいの、かわいい女の子が写っているんですが、はい、それが、はい、あの田村さんの、おばあさんにあたる方なんでしょうか。あ、いえ、うちの私の祖母は、はい、軍服を着てる方の、あ、その奥の右側、そうです、右側のお団子を言ってる方ですか。あ、そうですね、それが私のおばあちゃんで、もう大好きなおばあちゃんですね。そうなんですか、はい、すごく可愛らしいあの表情 の、うん、あの乙女という感じなんですけれども、ね、貴重なお写真ですよね、これ。そうですね、あのこの当時こうやって写真が残ってるってことがまずないの で、 そ う、 で、ね、そうなんですか。お家柄が良くないと写真もちゃんと残らないんじゃないですか。そうですね、あのこの ひ祖父とひ祖母の代で、あの魚場っていう、あの漁をするお魚を取る漁場を構えてって、はい、そこで、アイヌ の、 あの 仲間のことをすごくあのお世話をしてたっていうのを話は聞いているので、やっぱその漁場を持ってたってところで、 それなりのなんかあったんでしょうね、きっと。あ、持ってたんでしょうね、きっとね。あ、そうなんですね。それなりにはあったと思うんですね。その漁場ではどんなお魚が取れたんですか。うんと、あのそこまでの詳しいのは残ってないんですが、白老は、はい、ね、はい、やっぱりカレーとかタラとかスケソウタラとかですね、うん、その辺が取れてたと思います。そうなんですね、はいはい、ありがとうございます。ではその次のお写真も拝見してみようと思うんですが、ただこの、おじいさんにあたるおじいさん、ひげの長いおじいさんがアイヌの方ということなんでしょうか。あ、そうです、あのこのひいおじいちゃんの方がアイヌなんですね、はい、で、あのひいおばあちゃんの方は岩手からあの開拓に来た人、あとこ の、 あの娘さんになるので、はい、和人なんですよ。なるほど、はい、あ、じゃあ開拓民の方とアイヌの方がご結婚されたっていうことなんですか、ね、はい、あのそのパターンが今あの開拓でどんどん和人が入った時にはそのパターンがすごく多いです、ね、うん、はい、だからうちのおじいちゃんの方なんですけど、そのひげの長いのがすごくあの珍しい感じがするんですが、はい、何かこう意味があるんでしょうか。偉い人は長く伸ばしていいとか。偉い偉くなか受けなく、みんなひげは長かったっていうふうには聞いてます。すごいです、だって3、40センチもありますね。長い方が多いと聞いてまして、すごい長いですよね。40センチ以上ありそうなおひげで、40センチありそうな。あのうちのひいおじいちゃんはあのその一つのコタンというか、その村を治めてる州長でもあったので、うん、そういう意味ではそうなんですか、ひげは高かったのかなという気はしますけど、威厳がありますよね。威厳がありますよね、はい、そして彫りがすごく深くてハンサムでいらっしゃって、そうです、カラフト系なんですよ。カラフトから、北海道の日高というところに移って、そこから白老、はい、最終的に白老に来た方なんで、カラフトなんでちょっとあの彫りが深くて外国人っぽいっていう感じはあります、ね、確かにこ の、 あの目鼻立ちがすごく深くて、うん、その外国 の、 あの方の顔にもちょっと似てるような、すごく紳士的で、あとひげがすごく濃くいらっしゃいますよね。これはアイヌの方の特徴として、私眉毛がつながっているとか、何か毛があのすごく体毛が豊かなイメージがあるんですが、実際にあのひいおじい様もそうだったんでしょうか。あのまあ、ひい祖母は私会ったことないんで分かんないですけど、多分そうだったと思いますし、はい、眉毛つながってます、つながってないですよね、まあ、おじとかね、でも実際そういう体毛は濃かったんですね、うん、でもそれがあの和人の人が入ってきた時にいじめにもつながったんですけど、うん、体毛が濃いということでいじめは、私もそれは随分受けました。
そうでしたか、はい、うん、ではあの次のお写真を拝見をさせていただきます、はい、こちらはあの同じくひげが豊かなあの、はい、男性4人のお写真なんですけれども、うん、あの本日私が着させていただいている衣装とも似た男性と女性とまた衣装が違うのかもしれないんですが、うん、アイヌの民族衣装を着ていらっしゃいます。これはいつ頃のお写真なんでしょうか。これはですね、今年の春ぐらいに新聞記者の方が見つけて届けてくださった写真なので、はい、あ、写真というかコピーだったんですけど、うん、だからそのいつの時代に写したかとかっていうのは本当にわからないです。ただ先ほどの写真と、まあ、同時代かなっていうおじいちゃんの格好を見ればそういう感じかなとは思うんですけど、4人揃って民族衣装着てね、貴重な写真ですよね。これはこれでまた多分その隣で写ってる方がその白老でまた州長やってた方っていうの記録が残ってるので、顔が同じなので多分この方はそうなのかなとか、その時代に、うん、いろんなところの州長さんが集まってこう話をしたりとかっていうのもあったらしいので、うん、はい、その時の写真ではないかなっていう私の想像ですけど、はい、お衣装の刺繍の柄とかがやっぱりこのうちはこういう柄とかって分かれてるんでしょうか。あ、これはですね、はい、家で分かれてるわけではなくて、はい、地域なんですよね。私のいる白老っていうところがこのルーンペっていうんですけど、生地を貼った上に刺繍をしてるという形が白老、ちょっとそれが主流なんですよね、はい、ちょっと生地を貼った上に刺繍、はい、確かにこの今私がこの、はい、着させていただいているこの衣装も布が貼ってあって はい、その縁をこう綺麗な糸で縫ってあって、はい、その上にさらに刺繍がされているデザインになってますね。これは昔から白老ではこういった衣装が主流だったんでしょうか。うん、そういうふうに聞いていますね。はい、他のところはまた違うんですか。今話途中でしたけどもすみません。そうですね、例えばこのマタンプシで見られるような糸の刺繍だけの縮りとかってあるんですけど、また種類がありまして、そういう地域もあったり、まず そこそこ4カ所ぐらいかな、私が今ちょっと把握したのが4カ所ぐらいの刺繍が違うっていうのは聞いてます。4パターンぐらい同じアイヌの民族衣装でもパターンが違うと、うん、そうですね、はい、でカラフトアイヌの方のカラフトアイヌだとまたさらに違ったり、すごい色彩が豊かになって、うん、可愛いんですよね、カラフトアイヌのお衣装。そうなんですか。アイヌのお衣装というと紺色であったり、茶系統の色っていう印象があるんですけれども、うんうんうん、彩りが豊かなんですか、カラフトの方っていうのは。カラフトの糸とかがすごい色がカラフルなんですよね。私もそのアイヌのってなんか結構地味めだよなって思ってたんですけど、こう勉強していくうちにカラフトのアイヌとかっていうところにたどり着いた時にすごく可愛くてちょっとびっくりしてあ、こんな可愛いんだとか思いながら、はい、見てましたね。そうなんですね、はい、パッチワークのイメージですよね、この民族。そうですね、パッチワークっぽいですね、うん、はい、あともう一つ質問があるんですけれども、はい、このアイヌのお衣装のこの模様というのはこうお家によって違うんでしょうか。何かこの、衣装の、この文様に意味があったりとか、こう魔除けになっていたりとか、はい、そういったことがあるんでしょうか。うんうん、一応今はなんかその文様に意味っていうのがついてるんですけど、はい、それはその、なんだろう、ずっと最初の方からそうではなくて、まあ、途中から近代アイヌっていうか近代になってからっていうところもあるみたいなんですけど、はい、そのお家によって違うとかっていうのではないみたいですね。ただその伝承されているものなのでちょっと違いは出てくるかもしれないんですけど、こういうルーンペって布を貼った状態 で赤が入っててっていう、あと袋のマークが入って背中から守ってますよっていうのが白老の袋のマークですか。はい、きっと送ったやつには皆さん
はい。入ってると思って、私の今バッグの方、後ろにかけてるあの着物にも袋がついてるんですけど、これは背中から、はい、あの守ってくれるっていう意味があるようなんですよね。背中から、あ、こちらがフクロウのマークになるんですね。そうです。これ全部入ってるはずなんですけど、はい、目、くちばしっていう形で、はい、背中は見えないので、背中から後ろから守ってくれてるっていう意味があるっていうことと、あと白いはちょっとこういう赤を使うっていうのは特徴があるっていうふうにあの教えてもらってます。赤が可愛いですよね、なんかね。そうですね、ちょっとだけ華やかになるので、はい。はい、なるほど。あのもう一つ、本日はこのぜひラジオということでその音楽の方も紹介できたらと思っているんですけれども、うん、はい、YouTube に、田村さんがこう歌われているアイヌの、曲があるということでこちら皆さんと一緒に、拝聴させていただきます。まずちょっと動画の方をご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいね。で、今出ますかね。ちょっと待ってください。今。あ、ちょっとごめんなさい。もう一回やり直します。もう一回ちょっと待ってくださいね。はい、ではですね、これは、白老いアイヌの子守唄になるということなんですけれども、はい、ご自身で歌っておられるコンサートの様子をお聞きいただきます。曲ですね。なんだか優しい感じで、ですね、本当に、ね。そうですね。お母さんにこう抱かれて自分も眠くなっちゃうような、なんだか安心するような。するような感じのアルファ波が出るような、はい、そんな曲ですね。はい、あのこの、子守唄をお聞きして早速質問なんですけれども、はい、ピリ辛みたいな、ピリ辛ほうほうみたいな、すいません、はい、覚えられてないんですが、はい、その歌詞があったと思うんですが、はい、この歌詞がアイヌ語なんですか？はい、これすべてアイヌ語ですね。どんな意味なんでしょうか？はい、これはですね、アイヌの子守唄って、はい、赤ちゃんが寝る、まあ、ゆりかごみたいのがあって、そこで
こう揺らしながら歌う子守歌と、あの作業をしながら してる時に音符をして、うん、その音符をしてる状態で歌うってなんか2つあるっていう風に聞いていて、はい、でそれの私が今歌ってるのはその作業しながらの方なんですけど、だからもうちょっともしかしたらテンポはいいのかもしれないんですが、でこれはあの可愛い子よ泣くんじゃないよ、泣いたらあのおっかない、あおっかない怖い鳥が飛んできて頭や目をつつくよ、だから可愛い子よ泣かないでよく寝るんだよっていう、そういう詩ですそう訳すと、はい、すいません、ピリカってどういう意味ですか？ピリカはあの綺麗とか美しいとか、あとよく寝るんだよとかっていうのをよくとか、そういうところで使いますね。あのピリカピリカってアイヌのピリカ知ってるんですけど、はい、それも、はい、そう同じピリカですか？そうですね、よく眠りなさいよとか、あと かわいい子よとか、美しいとか、そういう意味のに使われてるみたいですね。あ、はい、そうなんですね。はい、なるほど、意味を教えていただくとよりなんだか歌があの響いてくるというか、そうですね、はい、あの実は原さんがあの歌手を長く、うん、あの歌手活動をされてらっしゃるし、私としてはあのぜひ映画の中で土方歳三さんがその京都からこう江戸に来て、そしてさらにあの北へ北へと行って会津を越えて蝦夷まで来るわけですけど、そういった心があのその中で戦いで仲間を失ったりしている中で、あのそういった歳三が蝦夷に来た後にアイヌの歌に出会うようなシーンがあったらいいなと考えてまして、でそれをあの原さんにこう演じていただきながら歌を歌っていただくような、そういった演出ができたらいいななんて思ってるんですけれども、あのアイヌの方というのは日常の中でよく歌を歌われるということがあったんでしょうか？あの歌とか踊りとかっていうのはあのよくしてたっていうふうに聞いてます。だからいろんなこう、うん、歌があるんですよね。みんなでワリナって歌ったり歌って踊ったりとか、うん、こう太鼓のような打楽器があって、それをみんなでこう叩きながらワリナって、はい、歌ったりとかっていうのはよくしてたっていうふうに聞いていますので、はい、日常的にその歌とかっていうのはあったんじゃないかなと思いますね、はい、なるほど。あのぜひこのアイヌの歌も私もあのもう少し、学ばせていただいて、どういった歌がそのどの地域にあるのかとか、どういった楽器を使われるのかっていうこともあのちょっと学んでいけたらなっていうことを思ってます。 あっという間にですね、実はこの放送は、30分ということなんですが、あと2分となってしまいました。はい、あっという間でしたが、あの田村さんに最後視聴者の方にメッセージがございましたらあのお願いいたします。お願いします。はい、ですね、私もアイヌのルーツというのを受け入れられたのが本当に5年ほどぐらい前なんですね。実際そういう方たちもたくさんいて、でもそのルーツを受け入れたことで、私はあのこの素晴らしいアイヌの文化とアイヌの精神性というものをやっぱり知ってほしいな、あといいとか悪いとかではなく、ただ起きてきた事実というのも皆さんにきちっと知ってほしいなっていう思いがあって、あのここ白老町の本当田舎なんですけど、そこでカフェをやりながらこういう伝承活動をしています。なのであの本当に今の生きる上でのすごいヒントがいっぱい詰まってるアイヌの文化なので、とても今必要じゃないかなという思いも込めて、あの日々活動を続けているので、ぜひ皆さんもあの関心持っていただけたらと思います、はい、ありがとうございます。あのあと20秒ほどですが、原さん何かございましたらお願いします。はい、私もあの母が北海道でアイヌってすごく身近に感じていた民族なので、うん、あのそのアイヌの役をやれるということがとてもあの光栄です。
頑張りたいと思います。今日は勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。歳三の刀モーションギャラリーにてクラウドファンディングも行っております。アイヌそして、新選組さまざまな形で発信していきますので、ぜひ皆様ご参加ご応援いただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいける。これでまず第1回おしまいなんですけど、私今お聞きしたら、はい、なんかあのまだ興味があってもしできたらもう1話なんて、なんかとでも、もしお時間があれだったらあれなんですけど、あ、大丈夫ですよ。また次週も来ていただきますか。いいですか。いいですか。なんかすごく興味が津々で、うん、はい、その自然と一体化する感覚とか、はい、うん、その今こう個人所有の感覚がすごくマックスまでいってるけど、それが資本主義が壊れるという状況の中で、なんかもう一度見つめ直すあのものがあるんじゃないかしらという気がしていて、なんかそういったアイヌの方のこう生き方っていうか暮らし方やものの見方とか、そういったお話もさらにお伺いしてもいいですか。あ、はい、すいません、はい、ありがとうございます。原さんもお時間大丈夫ですか。はい、あと30分もう一本ってことですね。もう一本いいでしょうか。はいはい、すいません。はい、ではもう一本。それよりなんかこんなラフなんかもうちょっとまともな格好で来ればよかったわ。いや、顔が美しいので大丈夫です。はい、でそしたらあのひょっとしたら後半にですね、あの、はい、榎本役を演じるジュン・アマントさんも、1時間後ぐらいにギリギリ間に合うかもって言ってたので、うん、ひょっとしたら榎本が途中参加するかもしれません。はい、ではあの30分ということでもう一話、収録をさせていただきます。はい、ではいきますね。よーい、はい、こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。本日も先週に引き続き素晴らしいゲストにお越しいただいております。白老、北海道の白老でアイヌ文化を、継承で伝えておられます、田村直美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの先週は田村様のあのご家族のおじい様のお話ですとか、うん、ひいおじい様のお話や、そしてあの子守歌も、聞かせていただきました。で興味が津々で、また今週もぜひということでお願いしてしまってるんですけれども、あのお付き合いください。よろしくお願いいたします。あの田村さんは NPO 法人ウテカンパという団体を、はい、の代表を務められておられまして、はい、アイヌ文化を広く発信しておられます。はい、本日も、今週もアイヌ文化をテーマにお届けいたします。またもう一方ゲストをご紹介させていただきます。現在映画制作中で、そして、あの9月の、14日、ロシアのアムール州映画祭で予告編が上映もされました、日露合同映画歳三の刀にアイヌ人女性カリン役を演じていただいております原めぐみさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。原めぐみです。今週もお邪魔します。はい、なんだか準レギュラーみたいな感じで3週連続なんじゃないですか。3週連続ひょっとしたら一週大島さんの週がありましたから。はい、なのででもあのずっと今あのアイヌ特集ということで、はい、原さんともお届けいたしたいと思います。あの先週のお歌を聴かせていただいたり、またあのお写真を拝見したりして、原さんいかがでしたか。うん、あのすごいその歴史を感じますよね。あの明治時代の写真まで見せていただけるなんて本当感激でした。そして、はい、あの何気に見ていた民族衣装も意味があるということが分かりましたし、民族衣装のパターンも4パターンあるってことも分かりましたし、すごいなんか勉強になりましたね。はい、はい、ありがとうございます。私は先週の最後に、
田村さんがおっしゃってくださった言葉がすごく胸に響いてまして印象的で、そのアイヌの方の感覚というのが今の時代すごく見直されていくんじゃないかということをおっしゃっておられました、うん、確かに今地球環境が壊れたりとか、うん、あと大量に物を作りすぎたりとか、うん、なんだか人の心が荒廃してたりとか、うん、なんか欲が広がりすぎたりとか、なんかそんなような時代で、どこかコロナもあるし、次の時代の感覚をみんな探しながら悩んでるような、そういった大きな転換期にあると思うんですけれども、そこでなんかアイヌの方の暮らし方や感覚というのがすごく学びたいなっていう感じがありまして、引き続き今週も教えていただけたらと思います。はい、アイヌの方はまず言語を、文字を持たなかったということを、はいはい、お伺いしているんですけれども、うん、文字を持たない暮らしっていうのは実際にどんなものだったんでしょうか。私が経験しているわけではないので、はい、わからないですけど、ただ、そうですね、その家族の中で一番偉いというか、一番こうみんなが敬う存在のフチというおばあちゃんがいて、はい、そういうおばあちゃんから、刺繍の仕方とか、あと歌とかっていうのをこう伝えられて、また自分が子供に伝えるっていう風にこう伝承され続けてきたので、なので、まあ、やっぱりちょっと形がやっぱりその受け止め方で形が変わったり、歌も多分音程がちょっと変わったりとかはしてるとは思うんですけど、そういう代々こう大切に受け継がれてきたっていうのが愛の文化だと思ってます。文字がないっていうのは、じゃあお手紙書いたりとかそういうことはないっていうことですか？なかったです、はい、全てお話で話で伝えるっていうことなんですね。そうですね、だから話し合いをの場を持つっていうのをすごく大事にしてた、そうなんですよ。争いことではなく話し合いで済まそうっていう、話し合いで解決しようっていうところがすごくあったので、その、まあ、チャラン家っていうんですけど、チャラン家が上手な人が、まあ、首長になったりとかっていうのがあったらしいですね、はい、の代々この方のお家の、うん、お父さんがこう首長になるっていうのではなく、その時その時でチャラン家をしてまとめる力があったり、こういった交渉力、ね、はい、説得力があるような方が自然と首長になっていくということなんですか、うん、ですね、リーダー的な方が必ずいたと思うので、そこの方が、ね、そのチャラン家ができるとか、はい、なんかここ意外と知られてないんですけど、やっぱり養子も端麗な方だったらしいんですよね。養子端麗も必要なんです。そうなんです。これはやっぱ話し合いの場に行くのにそこは重要だったらしい、ポイントだったらしいです。でこれはアイヌ同士のだけではなく、アイヌはもうずいぶん昔から交易をやっていたので、大陸とかのからも交易をやっていってやったというところもあって、やっぱこう対等にこうピシッと話せる人っていうことだったんじゃないかと思いますね。うーん、はい、外国の方とも交易はどんどんやってたっていうふうに聞いてます。うーん、はい、なるほど。ロシアですかね、北海道だから。ロシアとか中国の方とか大陸ですね、中国の、はい、そうですか。そこらすごい竜の文様が入った刺繍のものとかを持ってたりとか、竜の文様が入ってたんですか、はい、そういうものもあったりとかするので、そういう大陸の方との交易があったっていう、ただその、まあ、文字として残ってないので、じゃあ証拠はって言われたらそこはちょっとね難しいんですけど、そういうものがあったっていうことは、そういう歴史書みたいなものは文字がないってことは残ってないっていうことで、語り伝えだけがアイヌの文化が分かる唯一のものすべということなんですか、はい、であとはもう本当に北海道に来た和人の方とか北海道に来た外国の方が様子を見て、うん、文献として残ってるものはなるほど、ね、だからそこから、ね、はい、その暮らしの伺ったりとか、うん、あとはもう聞いていた本当におばあちゃんたちから聞いていた記録を残して聞き取り調査とかも20年30年前はから始まっているので、そういう聞き取りで残しているとかっていうので、なんとかその状態、その時当時の様子が分かるっていうのがありますね、うん、はい、うん、
まずちょっと最初に戻ってしまうんですけど、はい、その州長さんはイケメンだったっていう確かに先週おじい様のひいおじい様のお写真を拝見させていただいて、すごくなんかハンサムだったなって改めて思い出しました。確かにそうですね。はい、なんかこう、はい、アイヌというとこの誤解をしてる方も私も含めてかもしれないんですけど、なんかこう文明にが文明人に比べてその文明が劣ってるみたいな、ちょっと言葉が大変恐縮なんですけれど、そういったこう印象を持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけど、おじい様のお写真を見た時に私すごくインテリジェンスを感じたっていうか、なんか知的ですごく素敵な方だなというふうに思ったんですけれども、今お話をお伺いしていて、その貿易もされて、その外国と、まあ、こう魚なのか何かその土地のものや海のものを、大陸を越えてこう貿易もされて交渉力もあってという、本当にこう今まで私たちが考えていたアイヌっていうものと、また実際のアイヌの方々の暮らしというのは随分違うのかしらというふうに思いました。そうですね、私のひいおじいちゃんがは交易までは多分やってなかったとは思うんですけど、その漁場というのを運営をしていて、そこ の, 自分の子団にいる指定教育とかもすごくしていたそうなんですね、はい。でその野蛮っていう風に見られちゃうのは、やっぱり和人の人が入ってきた時に生活状態、まず靴を履いてないとか、裸足で生活をしていたとか、はい、ね、文字を書けないとか、そういうところで判断されてしまったとは思うんですけど、きちっとした文化を持っていたし、その交渉力も持っていたし、なんていうんですかね、例えばその鮭を渡すときに本当は10本って言われてるのも、もしちょっと傷んだか鮭が出たら困るからって日本余計に渡して12本渡すとか、そういう考えをきちっと持って交易をしていたっていうところも聞いているので、決して野蛮ではないんですよね。ただ裸足でいたとかその時代、明治の時代は、軍服を着て、ブーツみたいのを履いて西洋のものが流れてきてたじゃないですか。でそれ に日本人もそういうものを着てっていうところで、そう着物とか、その建物も知世という建物だったので、やっぱりその大きな一部屋だみたいな感じだったんですよね。日本の家屋みたいな感じではなくて、一部屋が大きい、モンゴルの方が住んでおられるような、そういったドーム型のお家だったんでしょうか。一応こう三角屋根、三角屋根だったんですね、だったんですけど、でもその大きなお部屋っていうか、その家族にもよるんですけど、そのできてる素材がそのかやぶきって草だったりとかするので、そういうところを見たときに、その文明からずいぶん離れてるみたいな、遅れてるっていう判断をされたんじゃないかなって思うんですよね。ただそのうちのひいおじいちゃんの、さっき写真で見たひいおじいちゃんなんですけど、はい、そのおじいちゃんはずっとアイヌの文化を暮らしていて、途中でその和人同化法っていうところで、いろんな和人の文化で和人の言葉を覚えて、日本語を覚えて、狩猟とかっていう文化も絶たれて、で来た時代に生きた方だと思うんですけど、その中でもすごく今のこうなった、なんだろう、こう侵略されて、もう仕方なくそうしたんではなくって、もうこの時代こういうふうになってしまったんだからということで、例えば指定に教育をしたりとか、もうそういうことをしてたらしいんですよね。和人の人 と対等にきちっと話ができるようにとか、そういうところの教育っていうのを、拒否するのではなく、もう多分融合させて、それを教えてったと思うんですよね。だからその文献を残ってるのも、この前新聞記者の方が持ってきてくださったんですけど、やっぱその近代的リーダーの先駆けだったっていうふうに書かれてたんですよね。だからそれを見た時にもすごく嬉しかったし、誇りに思ったし、
その和人文化を拒否するのではなく、そこを融合させてやっていったっていうのはすごく感じました。なので決して一つ質問してもいいですか、はいはい、あの九州の方に熊祖というのがあるじゃないですか。熊祖、それと北海道のアイヌとはどういうつながりがあるんでしょうか。同じような感じなんでしょうか。もともといた原住民っていうことでいいんですかね。あ、ごめんなさい、私そこちょっとわからないですね。そう、九州はクマソで北海道はアイヌって私はそういうふうに思ってたんですけど、なんかこう関連性があるのかなと思って、あ、じゃあそれはちょっとすいません、却下。あの先日見た NHK の中の、ま、特集みたいのがあって、そこにその DNA の、ま、話とかが出ていて、でそのアイヌの持つ DNA っていうのを持ってた、もう本当に古来の人が、大陸の方から、まあ 北海道とかハワイとか、いろんなとこにあの船でやっぱり移ってたらしいんですよね。でそこであのだから同じアイヌと同じ DNA を持ってるハワイのハワイアンとか持ってるっていうのがあの NHK でやったんですよ。でそれ、そうなんですか。それを見た時に、あのよくあの私も沖縄の人と間違われることもよくあるんですけど、沖縄と顔が似てるとかっていうのは沖縄の方の琉球の方と似てるとも言われることもあって、だからそれは北と南にすごい離れてるけど、そういうこともあったのかなっていうのはその NHK 見て思いました。なんか日本人の起源という部分でそのクマソとアイヌのその関連性はちょっとすごく興味が私ありますね。そうなんですね。なんかこう顔つきが似てるような気がしたので、なんか関連性あるのかなと思って、多分九州沖縄って多分その辺はあるんじゃないかと思います。そういうふうに聞いてはいるので。なるほど。でもう DNA 的なものとかが違うんですよね、あの北と南と、あの本州とでは。だからあの顔つきとかもやっぱ全然違うし、でそういうものはあの遺伝子レベルなところはあるみたいなんですね。研究は今されてるみたいです。興味深いですね。興味深いですね、本当に。あの先ほどこのロシアのお話もさせていただいたんですけど、ロシアの私たちのこの歳三の刀の映画がちょうど先週、アムール州の映画祭で上映をされたんですが、このアムール州にもアイヌの方がいらっしゃるっていうことをロシアの観光局の方にお伺いしまして、でアイヌのその博物館とかがあるらしいんですよね、はいはい、で面白いことをおっしゃってて、北海道にもアイヌ の、こうあの博物館記念館があるんだけれども、アムール州の、ロシアのアイヌの方はコマとかなんか遊びの道具が残っているっていう、で遊ぶっていう感覚があるんだよねっていうことをおっしゃっててのを聞いたことがあります。はい、昔からそのロシアとの貿易、貿易や行き来というのが北海道のアイヌの方にもあったんでしょうか。そういったお話は聞いたことがありますか。いろいろこう文献を読んでるときにそれはあったというふうには聞いてますし、であの、ロシアの方はすごくそのアイヌ文化に関するものがたくさん残ってるっていうのをすごく聞いているんですよね。であの博物館にも素晴らしいそのものが歴史あるものがいっぱい残ってるっていうのも聞いていて、私も本当にそのカラフトとかロシアの方行ってみたいと思ってるんですけど、その交易をした中でのすごく、あのロシアカラフトロシアもそうだし千島の方もそうだし、本当にいろんなところの交易はしてたっていうのをあの読んでます。はい、あのこの映画に、ぜひ田村様がこの、アイヌの監修ということで関わってくださるということを、おっしゃってくださったので、ぜひ映画があの仕上がったらこの、映画祭とか一緒に行けたらいいですね。嬉しいですで一緒にアイヌのミュージアム訪れたら楽しいなと思いました。そうですね、ありがとうございます、ね、はい、あとそのあこの北海道とアイヌの方々が、もし私たちがこう歳三さんがこう、
函館からロシアに行ったっていうことをシナリオで今考えているんですけれども、もしその実際にそういったことがあったとしたら、本当にアイヌの方がこう貢献したというか、その関わっていたんだろうなと、まあこれはフィクションではあるんですけど、いろいろディティールを考えてしまいます。で、原さんが演じられるこの佐野千左衛門という辰巳さんに演じていただく近江商人さんは、こう主にロシアとの貿易で財を成した方なんですね。でも実在の人物ですもんね。実在の人物で、ただこの佐野家って今は残っておられなくて、で調査という味噌屋さんが函館にあって、その跡地はあるんですけど、今どうされてるのかっていうのは私もまだ存じ上げなくて、でただ実際にその時期に明治の時にロシアとの貿易をされてたということで、ひょっとしたら田村さんのそのご先祖様というか、おじいひいおじい様たちが、取ったお魚をロシアに運んだりしてたかもなーなんていうことをちょっと考えてしまいました。ロマンですね。函館から、はい、まあ、ロシアカラフトの方行くとしたら、はい、ものすごい距離があるんですよ、はい、だからその時代にやっぱりその北海道の知識がない人が行くのはちょっととても危険もあっただろうし、大変だと思うんですね、だからその多分アイヌの人が案内役っていうのはあったとは思うし、実際に松浦武四郎さんって北海道を命名した方、松浦武四郎さんとか、はい、イザベラ・ハートさんというイギリスの方女性とかが北海道に来た時は、必ずアイヌの人を案内役にお願いしてっていう風にしてたみたいなんですよ、だからそこはね あったと思います。でアイヌってすごく私話を聞いていくうちに、やっぱり受け入れの民族っていうのがすごく印象があって、はい、それはなぜかというと、そのコタンにそういう誰かが来た時も、どうぞどうぞ入りなさいって、どうぞお上がりなさいってすぐ知性にあげて おもてなしをしたりとかっていう風にっていうのがすごいいっぱい残ってるんですよね。おもてなし文化はそこから来てるのかなだからその受け入れるっていうことをすごくする、自分たちと違う民族だから受け入れませんっていうのはなかったらしいんですよね、そこがすごい私は とても素敵だなとは思って、素晴らしいですよね、でそういうなんか血が自分に流れてるのもすごく誇らしいなっていうのもすごく思ってるんですよね、だから例えば土方さんが来た時にもしそういう風になったら、アイヌの人の案内人っていうのはいたんじゃないかなっていうのを私は思います、はい、シーンがまたワンシーン増えたかななんてそうですねイメージがどんどん膨らんでしまいますね。時期的にもよりますけど、やっぱりね冬近かったり冬だったりすると本当に厳しい、旅にもなっちゃうとは思うので、地元のアイヌの人が、はい、導いていかないとね、監督。そうですね、ちょうどその冬の時期が、おそらく土方さんにとっては、戦いがなかったというか、冬の間は新政府軍が、こう攻めてこなかった時期があったので、その時期こう蝦夷に来られて、アイヌの方や地元の方と一緒にすごくじっくりとした時間を過ごしてたんじゃないかしらという気がしています。で、そうですね、亡くなったのは5月ですもんね、夏が近くなってきて暖かくなった時に、この戊辰戦争の戦いがこうあったわけなんですけれども、雪の時期にどんな時間を過ごして何を考えてたかなとか、よく考えてしまいます。そうですね、なんか私もやっぱり、はい、土方さんは北海道にも来てるっていうので、はい、新選組の中でも、はい、愛着があるというか、はい、すごい思ってる、函館にも何回も行ってて、はい、ここが土方さん最後の地だったとかっていうところも残ってるんですけど、はいはい、でそういうところに行った時に最後に空を見て何を思ったのかなとか、はい、すごく最後にしたいのがこの映画ですよそうですね、でなんかそこで
すごくあの性格的にも温厚になったっていう風に聞いてる、いますよね、残ってたんですよね。アイヌのおもてなしがあったからじゃないですか。それまではすごいキリキリしてたみたいなんですよね。京都時代は仲間もかなり切ったりしてますしね、うんうん、そうですよね。で人が変わったように、うんうん、その近藤さんが亡くなった後、うんうん、性格が変わったっていうのは、うんうん、実はアイヌの方の温かいおもてなしがあったからっていうのはあったかもしれないですね。じゃあそういうシーンも増やさなくっちゃ。そうですね。大島さん今でも長いと言われて、ただ私すごくこの今自然とこう融合して生きておられたアイヌの方の感覚というのが、この物語のこの函館のシーンというだけではなくて、こう土方が現代によみがえるシーンがこの絵があるんですけど、あ、なるほど、はい、はい、そこでその現代のこう歪んだというか、こう荒廃した空気をさーっと変えていくんですね。あ、なるほど。その時にこうこの未来このままでは文明がこう終わってしまうよとか、うん、何かこのままではバランス崩してしまうよみたいな感覚を、うんうん、もし土方が学んだとしたら、うん、それはこの北海道のアイヌの方々との時間の中じゃないかなっていう気がちょっとしてまして、うんうん、ナイスですね監督。そうですよきっと。そうなんですよ、うん、ただこれ素晴らしい、ね、なのでいろんなその自然との暮らし方などのエピソードももしありましたら教えていただけたらなと思うんですが、はい、私がそのルーツを受け入れられた一つのきっかけというのが、はい、あのアイヌはあの自分たちも自然の一部という精神性を持っているっていう言葉だったんですね、はい、その言葉を初めて聞いた時に、あ、自分にその血が流れててよかったなってあの受け入れられたんです、うん、でその自然と自分たちも自然の一部っていう考え方がすごくもう素敵だなっていうか、もう素晴らしいなと思って、うん、でなのでもう全てのものにあの感謝なんですよね。あの本当使ってるもの全てにカムイが宿ってるっていうぐらいの、うん、本当に全てのものに感謝 でその旬のものを食べあの感謝していただくんですけど、それも取りすぎずにあの自分たちが必要な分だけを取って、それをコタンで分かち合って、うん、であの全てを取らずこの部分は来年に向けて残しとこうねみたいな形で、そのなんかもう近代になってからいろんな、例えば北海道はニシン漁とかもすごい盛んになって栄えたんですけど、はい、もう取りすぎて資源がなくなっちゃってニシンが来なくなったとかっていうのもあるんですけど、うん、はい、そういうのがああいうのはなかったんですね。うん、もうこれだけの分を取れば十分今食べれる、で保存にして冬も食べれるっていうのを、そこだけを考えてもう分かち合って生きてきたっていう風にあの言われているので、まあ、そこが私は今あのこう何でも自分の必要以外にも取りまくって貯めといてっていうのではなく、うん、ね、あの分かち合いながら生きてくっていうのが今すごく、うん、今の世の中でも大事じゃないかなっていうのもすごく思ってるのもありますし、はい、あとその自然の中であの食べれるものがたくさん身の回りにはいっぱいあるっていうところなんですね。あるものをであの豊かに暮らすっていうのは、私今回コロナ禍の中ですごく感じたんですけど、うん、あのやっぱり今ってお店に行ってお金を払って物を買うっていう、食べ物を買うっていう、はい、もう私もそういうふうに思ってたんですけど、うん、でもこう辺りを見渡すとあの食べれる山菜があったりとか、あの川の幸があったり海の幸があったりって言って、そこに行って必要な分だけ取れば十分豊かに暮らせるっていうのがすごく感じたんですよね。うーん、だからそのあるもので豊かに暮らす、そこを無理にプラスにするとかではなく、そういう感覚とか、うん、そのみんなで分かち合って、山のものはみんなのものなんだからみんなで分かち合って、じゃこの部分は来年に残そうねとか、うん、そういうなんかそういう精神性がすごくあの今大事なんじゃないかなって、そういうふうになるとみんなこう優しくっていうかね、そうか、トイレットペーパー買い占めたりとかしないってわけですね。そうですね。そこを見ちゃうと、そういう考え方があればマスクがなくなったりしないと、ね、はい、そうです。だからね、結局買いだめしたと、トイレットペーパー買いだめしてでもあの残っちゃったりする人がいっぱいいたんですよね。はい、うちあのコロナ禍の前に、私です。
それは私です。すいませんでした。不安はわかるんですけどね、はいあのはい、2年前にあの東部、はい、胆振東部地震っていうのがあって、あの北海道でブラックアウトって電気が使えなくなった時があったんですよ。ありましたね。あの時も、はい、あの時にすごい買い占めをして、そういうことがあったのに、今回のコロナ禍でもまたさらに買い占めをしている北海道民を見た時に、うーんとか思いながら、そういうなんか、例えばうちは5個あるから1個どうぞみたいな、そんな分かち合い精神があれば、ね、昔のご近所さんに醤油借りるじゃないですけど、はい、そういうなんか気持ちがまたあの、ね、人間多分みんな持ってる、優しい気持ち持ってると思うので、みんなで協力し合ってというのが大事ですよ ね、うん、すね、自分だけじゃなくてね、はい、みんなで、白板の多文化共生っていうふうに、ん、あの言われ掲げてるので、やっぱりみんなで共生、うん、共に生きるっていう風になれれば本当にいいな、うん、素敵だなと思いますね、はい、すごく素敵なお話をお伺いしました、はい、あっという間に、あと放送の方は1分となっておりますけれども最後視聴者の方にメッセージをあの田村さんお願いいたします。あと本当にあの思いやりを持って、みんなが持ってるものだと思うので、その分かち合いとか、あとあるもので豊かに暮らすっていうのを少しちょっとこう意識するだけで、あの優しさを分け合えるんじゃないかなと思うので、そういう意味でもそのアイヌ文化っていうのも、あの皆さんが少しずつ知っていただけたらなと思いますので、これからもぜひぜひあの関心を持っていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では原さん、2週にわたってお伺いしました、アイヌの方について、文化について、あの30秒ほどでご意見お願いいたします。いや、あのアイヌの民族っていうのはもうみんな分かち合いながら、協調し合いながら生きていく民族で、あの他から来た人にも優しく受け入れてあげれるという、そういう優しいあの心根を持った民族だということで、私はそのアイヌ人役を演じられるということを光栄に思いました。あのこの番組に、ね、出させていただいて、いろいろ学ばせていただいてですね、あのそういうことが分かりましたので、胸を張って自信を持ってカリンを演じたいと思います。お願いします。ありがとうございます。原さんはもともとすごく朗らかで、なんか大地のような印象があるので、うん、その自然にアイヌ役を演じられるんじゃないかなっていう気がしています。まだまだわからないことばかりですが、これからもぜひ田村さん、いろいろアイヌ文化について教えてください。よろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。現在、歳三の刀クラウドファンディングモーションギャラリーにて開催中です。またエキストラ1万円で参加できるというコースもございますのでご参加ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素敵。よし、ちょうどぴったりです。あ、すごい。すごい。いろいろ面白い。面白かったです。面白い。面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、やっぱり詳しい方にお話聞くと違いますね、監督ね。いろんなことが分かって。でも私もまだまだ分からないことはいっぱいあるので、本当に勉強中っていうところはありますね。なんか今日来て、来れなかったけど、淳さん。はい、榎本武明役を演じるジュン・アマントさんが、うん、あのご友人がアイヌのプロのミュージシャン で、でアイヌの打楽器って言ってたかな、名前忘れちゃったんですけど、木田さん、和田さん、なんかそんな名前だった気がするんですけど、ちょっと後でお伺いしてみようと思うんですけど、あのこのアイヌの太鼓を演奏される方の友達がいて、でなんか彼も呼びたいなとか言ってましたね。太鼓はなんかあまり聞いたことないですね。ちょっと聞いてみます。私のうる覚えなことではなく、うん、ちょっとどの方のことなのかちょっとお伺いして、うん、なんかそのあの、はい、あのカラフトの方だとトンコリっていう弦楽器があったりとか、トンコリかもしれない、トンコリだった気がしますね。トンコリやってる弦楽器、はい、トンコリって言ってた気がします。その時メモらずトンコリって言うんですね。トンコリって言うんです。それはカラフトの方から来たって言われてるんですけど、あとはもうムックリっていう、はい、その口にこうビョンビョンってやる、はい、はい、あれはありますね。いいですね。トンコリかもしれない。トンコリやってる方結構多いですね。すごいいい音色です、すごいこんな形なんですね。ちょっと
ではまた次回いろいろ教えていただける機会が作れたらと思うんですが、うん、ちなみにお母様は甘いものあんことかチョコレートとか どっち系がいいですかね、お菓子。いや本当に、はい、いやうちの母はあまり甘いものを食べないんで、なんか クッキーとかそんな感じで本当に、はい、普通のでいいです。そうですか。はい、ではちょっと今日私、はい、このめ、お召し物をね着させていただきまして、うんうん、これで衣装を一旦お返ししようと思いまして、はい、お返ししましてありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。やっぱり実物に触れるって本当に全然違いますよね。想像だけで。嬉しいです。はい。似合います。お着物とか、あ、そのアイヌ文様の着物とか、あと、はい、こういうマタンプシとか。はい、もう生活に使ってたようなものを作られてる方、先生がいらっしゃって、はい、今日もその先生にアイヌ文様の刺繍教室やっていただいたんですけど、うん、その先生すっごくたくさん持ってるんで、うん、ご協力はすごくできると思うんですよ。いろんな衣装があるので、輪になって踊ったりして、おお、いいですね、楽しみ楽しみありがとうございます、うんうん、そういう面ではすごくご協力はできると思うので、はい、はい、でありがとうございます。個人的なね、まだ私は個人レベルで動いてる、その、まあ、NPO 法人はやってるんですけど、そこで動いてる感じなんで、はい、なんだろうな、本当にこう専門的な博物館の学芸員さんとか、はい、まあ、伝承者の方とかっていうとこまではお伝えできないこともあるかもしれないんですけど、うん、まあ、ルーツを自分が持ってるその感覚というか、やっぱりそのなんだろうな、思いというか、そういうところで、はい、勉強しながら、一緒に勉強しながら、いい映画っていうか、いいそのアイヌ文化が、本当に、はい、こちらもすごく嬉しくて、例えば結構アイヌの役の人が出てきたりもするんですけど、はい、まあ、なんかこっちから言うとちょっと違うなみたいなところもあったりもして、で今回はその日本だけじゃなくてロシアの方にもね、映画祭っていうことだったので、やっぱりそこはロシアもやっぱり民族関係にはすごくすごい関心が深いというか、まあ、民族を抱えてる国なの、お国ですもんね。はい、なので、だからそのあたりはやっぱりこうなるべく忠実な形で、そのアイヌの人たち の、 ことを描いていただけたら嬉しいなっていう、すごく思ってるので、はいはい、そこら辺はぜひぜひっていうところで、一緒によろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。はい、またご連絡させていただきます、はい、衣装と一緒に脚本もちょっと紙で送らせていただきますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これで退出していいのでしょうか。しましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。